修法にも案内されておりましたけれども、また、今日は、シュロの日曜日ということで、ございます。シュロの日曜日、シュロというのを英語でパームというですね、手のひらのような、こうトゲトゲと言いましょうか、広い、だから手のひらもパームですけれども、これはパームサンデーというふうに言われております。なぜパームサンデーかと言いますと、イエス様が十字架におつきなさったのは金曜日でございますよね。でその前の日曜日にですね、イエス様はエルサレムにお入りなさいました。でロバの子の背に乗って入りなさったと聖書に書いてあります。それはゼカリアの預言にあるようにですね、その通りにイエス様は十字、エルサレムにお入りなさった。その時にエルサレムの人々が、住民はそのシュロの葉を取って、そしてまた自分の衣をイエス様が歩くところにこうパッと投げ出してですね、その上を歩いてもらって、多分今のようにですね、舗装された道路はありませんから、もしかして、凸凹の道もあったでしょうし、あるいは水たまりもあったのかもしれませんが、とにかくそういうような感じでもってイエス様の歩いていくところへみんなが集まって、そして干さない干さないと言ってイエス様をお迎えなさったというのが、シュロの日曜日、パームサンデーとこう言われております。でそれから始まりまして、1週間、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日と、それぞれが聖書にですね書いてあります。でそれを皆さんが多分今日おいでになってこれをお持ちなさったと思いますけれども、この受難週の歩みというものを作って皆さんのお手元にお渡ししてあります。ですからどうぞ皆さん方それぞれのですね、今日は日曜日ですよね、月曜日はのところをお呼びになっていただいてですね、そしてお祈りをしていただければと、そのように思っております。信仰の助けになるようにと思って、毎週これ毎年これ出しておるわけなんですが、すでにもうお手元にある方はよろしいですが、ない方はどうぞ受付からもらっていっていただきたいと思います。で、イエス様はですね、そのようにして、エルサレムに入られて、そしてホサナと言って、民衆から群衆から歓迎と言いましょうかね、そういう迎えられたわけなんですけれども、イエス様がそのように迎えられたのはここまででありました。その後でイエス様はやがて十字架にお付きなさるために、祭司長、長老たちに捕らえられて苦しみを受けられたと、それは先週の礼拝で甲斐先生からそこのところがメッセージされました。で裁判合計6回ほど受け、小さな裁判、いろんな裁判のところを書いてですね、6回ほど受けられてるんですけれども、そのいずれもがですね、非合法なものです。というよりもユダヤ人は立法に彼らは非常に忠実なものの考え方をする厳格な人たちなんです。ところがにもかかわらず、自分たちがそのような厳格な立法に違反する裁判を行っている、その一つ一つを私たちは聖書から見ていくこともできるんですけれども、またそういう機会もあればそのようにしたいと思っておるんですが、今日のところは礼拝でありますので、また聖書研究会ではありませんので、そこに入ることはできませんが、言うならば非合法な裁判を受けました。そして、十字架の刑に至って、ゴルガタの丘、別名カルバリとも、賛美ではカルバリのというなっていますが、ゴルゴタの丘、ドクロと言われているような丘でありますけれども、そこでイエス様が十字架につけられた。で、イエス様が十字架におつきになった時に、7つの言葉を口にされたということが、まあ、それ以上のことを言われたのかもしれませんが、
しかし聖書に記録されているのは7つの言葉でありますが、7つの御言葉を口にされたということですね。で、それについてもですね、これに書いてある一番最後のページに、書いてございます。十字架上の7宣言というのが書いてございますので、どうぞ後でご覧になっていただきたいと思いますが、7つといえば3と3つ、それから最後の3つで、真ん中が4番目ですよね。この4番目に言われた言葉が今日の説教の主題となります。エリエリレマサバクタニという言葉です。ヘブル語でありますね。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、というお言葉であります。この言葉からイエス様が十字架の上から発せられた7つの言葉の真ん中の言葉ですが、この言葉から神様、イエス様の十字架の本当にその中心的な言葉も真ん中の4番目でありますが、十字架の御苦しみの中心的なことに私たちは迫っていきたい。そして十字架のというものがどういうものであるかということを覚えたいと思うんですね。まず第一に覚えたいことはどういうことであるか。これはイエス様が十字架上から見た霊的な暗黒と言ってもよろしいかと思うんですね。45節を見ますとこう書いてありますね。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いたとこう書いてある。12時から今の時間の12時ですが、12時から全地が暗くなったと書いてあります。夜中の一日の中の一番お天道様が一番高いところに登るその時間帯に暗くなる、なんということがありえないような、そういう異常な現象が起きました。この暗黒は神ご自身が直接に介入された暗黒であると言っても差し支えないと思うんですね。聖書の中に預言書、旧約聖書に預言書というのがありますけれども、この預言書の中に暗くなる自然が、この夜中が、まあ、昼間であるにもかかわらず暗くなるということが書いてある、しばしば書かれているところがあります。例えば、後でもし何かノートするのがありましたらば申し上げますので書いて、後で今は開きませんが後で開いていただければと思いますが、イザヤ書の50章の3節、あるいはヨエル書の2章の31節、アモスにもありますね、8章の9節10節あたりに暗黒がこの覆うということが書かれてあります。これは週末に起こることの出来事としての暗黒について書かれている天変地変であります。またいはそのような異常現象の以上にですね、イエス様が経験された霊的な暗黒について記述したかったのではないだろうかということを思うんです。その言葉の中からそれを伺うことができるんですね。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。十字架にお好きになったイエス様が苦しみの中から発せられたお言葉であります。死という暗黒を望んだ時、覗き込んだ時にイエス様はそれをいとも楽なこと、簡単なこととしてそこを通り過ぎるということはおできになりませんでした。世の中にいろんな哲学者であるとか
あるいは英雄豪傑であるというような方々がいろんな死を迎えた、その死をよく綴られたものが私読むことがあります。その中で代表的といいましょうかですね、のはソクラテスという人がこの死を迎えた時のことが記されている、まあ、それ伝えられておりますよね。彼は死を避けることができなくなったことを自覚しましたときに、感じとしてにっこり笑ったと言いましょうかね、感じとしてその特派を煽ったというようなことが言われておりますね。どうでしょうか。イエス様は死というものをそんなふうにして通り過ぎることはおできになりませんでした。またあるものはですね、この言葉の中からさすがにイエス様と言えてもですね、最後は泣き言言ったんではないかというようなものさえも言うわけ。我が神はどうして私をお見捨てになったのですかというお言葉から、最後はそういう愚痴を言ったではないかというような人もいないではない。でもそんなことではないでしょうね。マタイがこのことが重要なこととして記した。マタイはね、イエス様の言葉を7つの言葉のうち、マタイは一言しか書いてない。これがそうなの、この言葉なの。ヨハネは3つほど書いてますよね。ルカも書いてますけど、マタイは1個。その中でどうでもいいような死というものをイエス様は簡単にスイスイと通り抜けていったようなふうにしてようなことでも書いてはいない。これは大切なことだということで、この御言葉を書いておるわけです。イエス様はね、十字架を見つけられて死の不朽に立った時に、ご自身の命がそこに本当に死というものに渡しなさろうとした時に、その死の淵の中を覗き込んだ時に、神から捨てられた、父なる神から捨てられたという思いがイエス様の心の中によぎったということだろうと思うんです。神に捨てられるって、私たちもですね、私の人生のクリスチャン生涯の中においても、いろんな試練とかいろんな私たちが望まない出来事が私の周辺に起き、次から次へと起こってきた時に、もう本当に神から自分は捨てられてではないだろうかというような思いになるような時が、あるいはあるかもしれませんね。そんな時はどんな時でしょうか。私たちの人間関係の中にそれが起こってくるだろうと思うんですよね。周辺、自分の周辺の中に。イエス様も確かにそういう意味においてはいろんなことがありました。どんなことが起こったかというと、まず第一にどういうことが聖書から知ることのできますことは、第一に弟子たちの裏切りがあった。3年間本当に寝食を共にして、そうしていろんなことをお教えなさった弟子たち、その弟子たちは自分のその生涯を、生活の全てを捨ててイエス様に従った、イエス様に言うならば、別の言葉を言えば入れ込んだ人たちでしょうね。このイエス様に自分の生涯を捨て入れ込んだところの弟子たちが、もちろんイエス様を愛しておったでしょう。けれども、そのイエス様を愛した、そのイエス様を最後の最後のところでこの弟子たちは捨てていってしまった。その前に多くの群衆もイエス様に再びイエスと共に歩まされきという言葉がありますけれども、そういうことがありました。でも弟子たちは従ってきた。その弟子たちが最後の最後のところでみんなイエス様を裏切った。まあその代表みたいなところとして、ペテロのことがよく書かれておりますよね。ペテロが
イエス様が捕らえられた時にその後ろについていって、最後にその祭司長の庭で焚き火に当たりながら、その焚き火にほてった顔が、赤々と燃えた顔が、闇の中にペテロの顔が浮かんだ。その顔を指さして女中の一人がこう言った、あなたもあのイエス様と一緒だったねって言った時に、彼は震えたんですね、怯えたんですね。そして私は知らない、イエス様を知らない、あの人は私と関係ない、最後には誓っていったというんです。でこれはペテロが特有の、ペテロ個人がこういう状態であったかというとそうではない。他の弟子たちも、その11人、他の弟子たちも同じようにしてイエス様から去っていった。あるいはもう逃げていった、誰かがその捕まえようとした時に衣に捕まえた。ところがそれを振り切って逃げていったので、裸になって逃げていったとリアルに書いてあるんですね。ですからイエス様はそれまで愛を注いできた、この弟子たちから裏切られたということも、自分は孤立してしまったという感覚があったかもしれない。もう一つはね、さっきも言いました、裁判をかけられたんですね。この裁判はサンヒドリンという、その当時の最高機関であった。言うならば自分の同胞から拒絶された。本当に神に仕えるというものは、時にはこういうことがありますね。旧約聖書において私はエレミアという人がおります。この前エレミアはずっとエレミア書を読んできましたけれどもね、エレミアもそうでしたね。アナトテの自分の故郷の人たちから命を狙われました。エレミアが神に忠実に、神の言葉に忠実に使いようといけばするほど、それは故郷の人たちにとっては迷惑、ありがた迷惑だったんです。だから命を狙われたんです。同胞から、自分の国民から、仲間だった者たちから裏切られる、拒絶される、裁判をかけられる、共同体からの遺棄と言いましょうかね、そういうことがあったでしょうね。3番目には兵隊たちによるところの、まあ殴り物と言ってもいいくらいのですね、これは肉体的な、特に、まあ、もう言葉によるところの罵倒もありましたけれども、肉体的なそういう苦痛を受けました。これもイエス様にとっては大変苦痛なことだってあったかもしれません。そしてその果ての死の淵に立たせられたわけです。ですからそういう意味において、本当にうちは自分は神から捨てられた、死の神から捨てられたというような、そういう考えをお持ちになったとしても不思議ではないんですが、エリエリレマサバプタニというこの言葉は、だから発せられたのであろうか、私は違うと思います。もちろんそういったことは無視できない、今申し上げたようなことは無視できないようなことであったかもしれませんけれども、もっとそれ以上のことがあったのではないかということを思います。ではそれは何だろうか。それはそれまで慈愛に満ちた父なる神、三位一体と言われたイエス様ですね、本当にその父なる神からご自分は世に使わされてきたという、この父なる神、神を父としておられたお方、この父なる神とイエス様との関係というものをね、聖書の中に非常にねリアルに記されているところがあるんです。どういうところであるかというとね、ヨハネによる福音書の17章というところです。後で皆さんそのところだけ読んでいただきたいと、お家へ帰ってからね。
それはね、何に書いてあるかというと、イエス様の祈りの言葉が書いてあるんです。祈りの言葉、主の祈りというのはイエス様がこのようにあなたが祈りなさいと言って教えられた祈りですよね。でも主が祈った祈りではないんです。私たちが祈る祈り、主の祈りは、でも主イエス様がお祈りなさった言葉が書いてあるのがヨハネによる福音書の17章というところなんです。でそれを読みますとね、そこを見ますとね、父なる神様とイエス様とがいかに真実な関係であったかということを読み取ることができるんです。後でご覧になってください。でもその中の一節だけ今朝申し上げますが、父と私とは一つですとこう言って、父なる神様と私とはいつも心が一つ、ぴったりと合ってる、いささかも離れたことはない、そういう関係であったというんですね。ところがですよ、イエス様が今十字架にお付きになって、そうして死の不死に立たせられたり、その死の深いそこも知れないような暗黒の穴を覗き込んだ時に、イエス様がお感じなさったのは、父なる神は自分のサイドではいないということだ。父なる神は自分の相手の向こうサイドにおられる、向こう岸におられる、いつもはこちらは自分と同じ岸に立っていた。イエス様と父なる神様は同じ岸に立っていた、同じところに立っていたにもかかわらず、今は父なる神は向こうに立っている。向こうとは誰か、それは慈愛の父というよりも、愛の父なる神というよりも、義なる神としての、聖は聖、邪は邪、罪を裁かなではおられない義なる神としての父、お方である父なる神を見た。神は義なる方であり、裁き主であるというところに、立場に立っておられる父なる神を見たときに、自分はその対極にあるところの反対側に立っているということが分かった。父から捨てられた、父なる神から捨てられたという、そのことを如実に知らされたのがこの時でしょう。ではなぜそこに立ておる。それはイエス様が十字架にお付きになったその立ちどころは、それは罪人の立ちどころにイエス様がお立ちになったということです。コリントの手紙を見ますとね、御子は罪を犯したことのないお方であるにもかかわらずと書いてある。私たちのために罪となられたと書いてある。御子イエス様は罪を一度も犯したことのない方です。神のもとから使わされたお方です。しかしこのお方が私たちに代わって罪人の立場に立たれ、そうして私たち全人類なんていうと何かしらですね、もう自分というものがそこにどっか行ってしまいます。そうではない、全人類なんてはない、私個人のために、私の罪そのもののために、私が受けねばならない被告の席と言ってもいいかもしれませんが、この罪人が座すところの座に、自分はご自分がお立ちになっていらっしゃるということをお認めになったとき、十字架上から仰いだ父とは、審判者である罪を裁きなさるところの父なる神であった。その罪とは私の罪である、私たちの罪です。
私が本当に十字架を仰ぐ時にね、この立場に、このポイントに自分をスタンディングポイント、ここに立ってるんだということを自覚しないと十字架を仰ぐことはできません。先週も加代先生がね、十字架というのはネックレスとかいろんなこのアクセサリーの話がされておりましたね。十字架ってのはかっこいいからといって多くの人が胸にぶら下げている。でも十字架は胸にぶら下げるものではないです。私たちは十字架は背負うべきものです。一応後ろに回せばいいかってそんなことを言ってるわけじゃないですよ。私っていうのは自分の罪のために背負うべきものだ。それが十字架でしょう。しかし私たちは自分の十字架を背負う切ることができるでしょうか。なぜ私たちは死を恐れるでしょうか。人間はなぜ死を恐れるでしょうか。詳しいことはちょっと分かりませんが、今日ですね、今日の新聞にですね、広告が出て、おりましたね。五木、小説家で五木ひろゆきという方が書いたものがありました。日本人はしなやかに死を乗り越えていくみたいななんとかが書いてあったんですよ。これはまあ彼は仏教徒なんです。仏教徒が死というものをどういうふうに捉えているのかという時に、しなやかに死を越えていく。果たしてそうでしょうか。死というものをしなやかに迎えていく、そんなことはできるでしょうか。死は、死の向こうになぜ私が死を恐れるか。死の向こうには、ね、裁きがあるからです。聖書に、すべての人は罪を犯した、そしてすべての人が罪をして、その結果すべての人が罪のために裁きを受けることはすべての人に定まっていると書いてある。死という川を乗り越えていくときに、もう何でもかんでもその生前のことが噂になってしまっていていくんでしょうか。いえ、私たちは本当に自分が、人間の存在がどういう存在であるか、リアルに自分というものを考えてみる必要があるんです。私たちはただ罪を犯した、悪いことであれを、こんな悪いことだ、こんな悪いことしたとか、あんな悪いことしたとかっていうようなことを頭に浮かぶのをずっと思いながらですね、あれもやったこれもやったというようなこと以上に、その根底にあるところのものが、人間の存在がどういう存在である、神によって受け入れることのできない存在であるということが分かるはずです。だから死を恐れるんです。そしてイエス様が覗き込んだ、その父なる神から捨てられたと思うような、縁に縁にれば裁くたりと言われた、あの父なる神から自分は捨てられたと思うた、あの穴は、実は私たちがその穴の中にへばりついている、その穴である。そこのところをイエス様は見られた。量の問題ではないですね。イエス様は2000年前に全人類の人々の人から、だから数えたらですね、今の人が 何億の人がいる、100年前にしたら何億人、合計もう何十いくらぐらいの人生がおるから、その人の魂が全部イエス様の上に乗っかったから重いんだというような、そんな量の問題ではないですよ。
そうではない、私個人の一人の人間が犯している罪のその穴の深さです。私たちはまあこういうことはあまり使いたくないが、本当に自分というものをリアルに実存的に自分というものを本当に見つめていったときに、自分がどんなに罪深い存在であるかということが分かるはずです。そうしてこれからもがいてもがいてもがいて、そうして私たちがここから救われようと今までやってきた、いろんなことを試みてきた、あるいは宗教者も読んだ、哲学者も読んだ、あるいは善行を励もうとする努力もしたこともある、あるいは宗教のその宗教に参加して、そしてその修行も積んできた、あれもやったこれもやったあれもやった、でもどうでしょうか、人間は本当にそこで自己から自己のその罪の問題から解放されたでしょうか。ありえなかった。でもその深めのところにイエス様が降りてくださったと言いましょうか、そのところから十字架によるところの救いということ、私がイエス様は私の罪の身代わりとなって十字架についてくださった、簡単に言います。でも簡単にしか言うことはできないから簡単に言うんですけれども、でもその意味の深さは今申し上げたように、本当にそれはどこまでその穴の中に下っていても下っていても下っても底がないような、そういうような暗黒の中にいた、そんな自分をイエス様があがなってくださるために十字架におつけだった、その死を経験されたことで、イエス様がエリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉に表された霊的暗黒とは、今申し上げたようなそういう意味ではなかろうかと思います。もう一つ、もうあと残された時間であと2点だけ申し上げたいと思うんですが、もう一つはイエス様が十字から見た父なる、イエス様が見た父なる神、父なる神ということを申し上げたい。イエス様は十字架の上で父なる神に見捨てられたという感じを、感じと言いましょうか、そういうようなところにを経験なさいました。しかしね、イエス様はそれでもなお父なる神を仰いでいるということに皆さんの思いを向けたいと思います。先ほど購読いたしました、これは詩編の第22編のお言葉をイエス様がお口にされた言葉であるということが言われております。で、この詩編の22編というのは、確かに我が神我が神にどうして私をお見捨てになったのですかという言葉から始まった言葉であるんですけれども、この詩編の第22編全体は神に対する信頼を告白しているところなんです。ですからイエス様は確かにその暗黒を覗き込みながら、それでもなお父なる神に目を上げて我が神と言っているんです。我が神、前々回私がメッセージした時も申し上げましたが、イエス様は最後に大声で息を引き取られたと、まあここにも書いてありますけれども、息を引き取られた、息を引き取られたということは息を吐き出したということ、ルカはそのことを私の霊を御手に委ねますというふうな表現を使っているということを前回申し上げました。で、それは枕するところない浴衣が枕するところを得たという意味だということを前回申し上げましたね。
ですからそういう意味においては私が枕するというのは安息もあるはずですよね。そこにイエス様はこのような霊的な暗黒の中にあってもなお父なる神を我が神と呼んだ。ですから確かにその覗き込んだ穴は暗黒の穴であったことには変わりはないわけなんですけれども、それでもイエス様は父なる神との関係の中に神様を我が神と呼びました。私たちは多くの試練やいろんな、困難や戦いが連続して起こるときに本当にですね、神がを見失ったとか神が見えなくなったとか、あるいは本当に自分の祈りが空にこう来てるようなそういう感じをするかもしれません。でも愛する兄弟姉妹、イエス様はそういう状況の中にありながらなおなお父なる神とのこの関係は失うことはありませんでした。私は別のところでイザヤ書というところのね、64章というところの7節ページですと旧約聖書1231ページなんですが、ここにこういう言葉があるんですよ。イザヤ書64章7節1231ページにね、あなたは 私たちから御顔を隠し、私たちの咎の上に私たちを弱められました。しかし主よ、今あなたは私たちの父ですという言葉があります。これはね、試練のどん底の中にある、そういうような中にさっき実にもう自分は神様からそっぽ向かれているんじゃないかと思われるような状況の中にあってもなお、しかし主よ、今あなたは私たちの父ですという言葉で、ここのところね、英語の聖書を読むとね、こう書いてあるんですよ。Yet という言葉が、Yet という言葉が書いてある。最初、Yet, O Lord, You are our Father.Yet, O Lord, You are our Father. そうは言うけど、Yet とはそういう意味ですね。そうは言うけど、神様、あなたが私から殺法を向けてしまったような状況の中に私も置かれています。今私の咎の家にあなたは私に殺法を向いてしまったような状況の中に今置かれています。でも主よ、あなたはそれでも私の父ですということ、それでもです。イエス様はこの十字架の本当に暗黒を覗き込むような状況の中にあった中にあっても、父なる神様を我が神と呼んだ。愛する兄弟姉妹、私たちの人生にはいろんな思わぬことが起こります。まあ、私はよくあのね、この前も皆さんある方にお話をしたんですけど、私はあらゆる状況をもう楽しむことにしてるってこういうふうなことを言ったんですよね。本当にいろんな思わぬ出来事、あるいは望まぬ出来事があるってもそれも楽しむ、私の生き方はそういう生き方をしたいと思ってる。なぜこれどういうことでね、私それ得得したかと言いますとね、ある時に外国に旅行して、アメリカに旅行した時にいろんな計画を私の性格から言うと綿密で立てるんですよね。計画をもう旅程を全部立てて、でこの日はここに、こんな時頃ここにいて、誰と会ってその人のところ泊まってていろんなことを立てる。でもそれはあくまでも腰が勝手に立てた計画ですから、その通りにうまくいかないわけですよね。そうするとうまくいかなくなるとね、普通はどうするかというとね、なんてことなんだと、
計画通りいかないというとイライラするんですね。普通はイライラして、そしてもうそんなことでもってそのいる状況とは相反する面白くない気持ちが胸いっぱいになってしまって、アメリカに行って行く、お金かけてアメリカまで行ってですね、そしていろんなとこ行きながら、いろんな心がですね、嫌な心でいっぱいになっちゃって終わってしまったらもったいないでしょう。だからもしそういうような事態があったとしても、それを楽しもうとこういうのは私決めたんです。それ以来私はね、あ、これは私の旅、人生という旅でもそういうふうにしたいと思ったんです。いいですか。そうすると私の人生の旅にはいろんな思わぬことが起こるでしょう。自分が望んだことではない反対のことも起こるでしょう。病気になることもそうでしょう。人間関係も思わしくいかないことも起こるでしょう。いろんな問題課題が起こるでしょう。けれどもその中に、神様、あなたは私の主です、いえって、そうは言うけれども、そういう状態になったとしても、主よ、あなたは私の主です、というような感覚、その状況が神様が最善である。置かれているところの状況が、たとえ病気になったとしても、たとえ何があったとしても、去年、一昨年ですか、私入院しましたね。私は思ったんですよ。私めったにないことが起こった。入院っていうのはね、あんまりね、やったことがないんですよね。これを楽しもうと私は思ったんですよね。楽しかったですよ入院生活も楽しかった。看護師さんは綺麗ですしね、優しいしね。私の奥さんがあんな優しい言葉をいつもかけてくれないんですけど、看護師さん、伊藤さん元気って言って、おはよう伊藤さんって言う、この声が何とも言えないですよね。それ自体が楽しい。本来はそれはいけないこと、このあってはならないのことの状態の。イエス様はね、そういう気持ちとはちょっと違うかもしれませんけどもですね、でも十字架のその最悪と言いましょうか、そういう死の淵を望んで、そこに本当の血の神から捨てられたと思うような中でも、え、You are our Father、我が神と言った。これが私、皆さんに共有したい、思いたい、一緒に同じような価値観に立っていただきたいということ。もう一つだけ申し上げて、時間が進んでおりますので、申し上げて終わりたいと思うんですが、もう一つはどういうことであるかというとね、イエス様が十字架にお付けになった時に起きた出来事が記されている。今日はですね、45節から50節までしか読みませんでしたけれども、その先ちょっとだけ読まして、51節、見たいと思います。50節から読みました。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下までまぶったつに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っている多くの生徒たちがの体が生き返った。イエス様は十字架にお付けになった時に、そしてお死にこの天、命を落とされた時に、そこに起きたところの現象がここに書かれているんですね。いくつかのことが書かれる。神殿の垂れ幕が裂けたということが一つ、二番目には地震が起きたということ、三番目が岩が裂けたということ、四番目には墓が開いて死者が蘇ったということが書かれております。一つ一つのことについて語るには時間がありませんので、たった一つのことだけちょっと申し上げておきたい。その最初にあるところの、この神殿の幕が、垂れ幕が裂けたということについて申し上げておきたいと思います。神殿の垂れ幕というのはね、ユダヤ人たちがあります神殿というのはね、神様に犠牲を捧げる場所があります。祭司がそこに行ってこの犠牲を捧げる場所だけども、その捧げるその幕、その向こうに一つの垂れ幕、さらにそこの先、
それは神の臨在の場と言われ思われる、こう考えられているところの場所、聖女と言いますが、その聖女をさらにもっとももっと聖なる場所という意味で死聖女至るという字を、死聖女という場所はある。この幕、この種幕の向こう側にはね、何人も入ることができない神の臨在の場ということで、メタルにそこへ入ること、スーッと入るなんてことは許されないというのが、そういうその意味での対幕。ただ大祭司が年に一度だけ入ることが許されているという場所なんです。最も聖なる場所です。その幕が上から下まで裂けたという、隔ての幕です。その隔ての幕が裂けて落ちた。これどういう意味であるかということ、その意味するところは、イエス様の十字架の死による救いによって、もはや神と人との間を遮る全てのものが取り除かれたということです。私たちは神に近づくことは許されない、簡単に神に近づくなんてことは許されない、神の名を乱れに唱えることすらも許されないような人間です。神と人間との間には隔絶した差があるんです。いいですか。これはね、日本人の考える神様というものの考え方とは大きな違いがここにある。人間はね、何かうまくこう熟達するとその世界の神様になっちゃう。川上哲治は野球の神様ね、そうでしょう、なんとかの神様というようなことが、もういろんな神様が出てきます。熟達したり尊敬されたりすると、そういうような神様、菅原道真もですね、この最後には神様に祭り上げる乃木大将も神様に祭り上げられて、乃木神社なんかができちゃって、私も偉かったならば伊藤神社ができるかどうか分かりませんけれどもですね、そういうふうに人間が何か熟達したものは神様じゃない、これは人間と神様が地続きだということなんです。これが日本人のものの考え方、神に対するものの考え。でも聖書はそんなことを教えてない。神と人間との間には確実さ、開きがある。これはどんなに学問を積んでも哲学で思索しても登りきることのできるものではない、到達することのできるものではない。神様が私たちにご自身を表すときには、神の側からご自身を示す、これを啓示というんです。神ご自身が表す、リベレーション、自分で自分を表すことなんです。だから下から上ではない、上から下なんです。聖書を教える、日本の神様信仰というのは下から上なんです。修行して勉強して学問を積んで何かやって熟達したら神の利益に到達する考え。でもそれはありません。この間にはもう垂れ幕があって、隔ての幕があって、それが何にもない、それが切って落とされたということはどういうことか。じゃあ人間が神様に今度に一応登り滑ることができるか、いいえ違います、そういう意味ではない。イエス様が私たちからに十字架にお付けになってくださった、その罪の贖いのゆえにです。贖いのゆえに私たちは大胆に神の御座に近づくことができるというのが、隔ての幕が切って落とされたということなんです。有名なヨハネによる福音書の14章の6節に、私は道であり真理であり命である、こう言いましたね。そして最後に何と、誰も私によらないでは父のもとに至ることができないとこ言った。私を通してでなければということを、私によってでなければとイエス様は言ったのは、
イエス様の十字架の贖いというそこに橋がかけられているから、人間の側と神との側において本当に十字架というその橋がかけられているから、このイエス様という道 The Way、 このお方を通しておいてのみ神の身元に至ることができる。時間が来ているので、一箇所の聖書を開いて、そうして、終わりたいと思います。新約聖書の436ページを開いて、ヘブル人の手紙第10章というところです。ヘブル人の手紙の第10章の19節と20節のお言葉をお読みして終わりたいと思います。436ページですね。こう書いてあります。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所、誠の聖所、神殿の至聖所に象徴される本当の神の臨在のもとに、誠の聖所に入ることができるんです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通してというのは、十字架のというその出来事を通してということ、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。垂れ幕が裂けたということは、もはやイエスも信じる私たち知ってどりしてるか、どんな罪のどん底に塗られて暗黒の中にいるような私たちであっても、そこから私が救われて、この十字架というその道を通して、イエス様という垂れ幕を通して、そして私たちのために開かれた新しい命に至る道、救いの道に救われたというこのことですね。この道に至ることができる、それが象徴的に表されたのは、あの神殿の垂れ幕が裂けたということです。第一に私たちは本当に罪のあの暗黒のどん底の中にいるようなものでした。でもイエス様がそのサイドに立ってくださった、そうして私たちのためにこの道を設けてくださって、私たちこのイエス様の十字架の贖いのゆえに本当に罪の許しを受けることができた。私たちは受難し、そして一日一日主の十字架を思いながら瞑想しながら、しかもその中心は主がエリエリレマサバクタニと言われたあの暗黒の中にあった私たち自身が、そこから救い出されてイエス様という十字架を通して父の身元に私が至ることができる存在とさせていただいているということに深い感謝を持って、この1週間を歩んでいきましょう。そしてそれがさらに拡張されているのは、やがてイエス様は死から復活されたて、私たちも命に生きるものとされたというのは、来週解説が話してくださる説教です。お祈りいたします。天の地の神様、エリマサバクタニ、本当に私が暗黒の中にいる、そんな状態の中に主ご自身もそこまで降りてくださって、私たちの救いの道を備えてくださいました。感謝をいたします。どうか私たちの信仰のこの中心であるところの十字架に、私もう一度思いを新たにさせていただき、そこから私が救われたんだということ、そのことをもう一度明確に自覚させていただくことができますように、そして私が開かれているその救いの恵みがどんなに素晴らしい恵みであったかということ、イエス様の十字架のその垂れ幕を通して、私はイエス様の救いに預かったものをもう一度確信させていただくことができますように、助けを与えてください。私のクリスチャンの生涯、今週1週間
本当に十字架を仰ぎながら歩ましていただくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。